ももりんさんのオクラと山芋のおかかへご用意しました。こうヘルシーそうな、ね、食欲をそそりますよね、うん、緑がやっぱ鮮やかですよね、うん、どうぞ召し上がってください。いただきます。うん、シャキシャキとネバネバの食感が楽しい。うん、うん、ダブルネバネバ栄養たっぷりですね。ね、でも合いますね。ではレシピご紹介します。さっぱり。茹でたオクラを輪切り、山芋を短冊切りにします。オクラと山芋に鰹節、白だし、醤油、ごま油を和えたら完成です。お好みで梅肉、ごま、味付け海苔などを混ぜても美味しいそうで、うん、豆腐にのせるのもおすすめなんだそうですよ。梅が効いてますね。このコーナーでは視聴者の皆さんの心温まる食卓や思い出料理のレシピを募集しています。採用された方にはこちら霧島酒造の焼酎と番組特製のクオカードをプレゼント。たくさんのご応募お待ちしております。今週は白霧島の炭酸割り白霧ボールで乾杯。美味しい。3連休夜は霧島とともにのんびり過ごしてみてはいかがでしょうか。ときめきレシピでした。